ました。このオリジナルビールですが、札幌ビール株式会社と札幌市が2008年に締結しました札幌まちづくりパートナー協定における都市とその魅力、にぎわいを生み出すまちづくりの一環として2012年にビールでまちづくり札幌プロジェクトというのを発足したんですね。で、3年目の今年、北海道日本ハムファイターズの中田翔選手、楊大寛選手、このビールの街札幌ビア大使として2月2日にビールの街札幌ビア大使就任式を行いまして、さらに3月には札幌開拓市ビール醸造所にてビア大使の2人のオリジナルビールの製造発表、ネーミング、スペシャルビアカップデザインの発表会を行いました。ニュースなどでご覧いただいた方も多いのではないでしょうか。で、そのビールが発売です。オリジナルビール、ビールの街札幌中田翔スペシャル、2階ライト側インザライオンワゴン売店にて500杯限定となっております。オリジナルカップに入って1杯900円で発売中、500杯で限定となってしまいます。もちろん毎日販売しますが、で、我らがファイターズを応援しながらこのビア大使プロデュースビールを皆さんぜひ味わってみてはいかがでしょうか。中田翔スペシャルとは一体どんな味なのか、こうご期待です。